Lady Kula Lady Kula リアルにつながろう Lady Kula。 みゆきと村さんの月曜から乾杯。皆さんこんばんは、杉浦美幸です。村沢でございますはいはい、今夜も軽快なスタートで軽快でございますよ。この曲いいですね、やっぱりいいねえ。イントロのカッティングなんか特にいいね。ねえ、気持ちが良い。そうですね、元気出る曲ですね。そうなんだね。うん、やるな天狗。やるね、うん、天狗さ。結構ね、あのカブトムシの幼虫見ましたけどね。そうそう、見た、うん、なんかいろいろ SNS でね、うん、やってるでしょ。そうキラッキラしたクワガタとかツイッターで見たね、うん、いろいろなんか言って、いやなかなかそのね、女性ファンがつきにくいんですよ、当たり前だよって。いやいや当たり前だよね。おなんかでも可愛いワンちゃんがいた。あ、そうそう、ジェスとかっていう名前、白いワンちゃん。そう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 。だからその時はコメント入れさせていただいて、今出てる時はね、うんうん、クワガタの時はスルーと。いやそう、まあそりゃそうだよ、ね、いかんともしがたいもんね、あの昆虫出されて。いや、うん、ちょっとねコメントがないかな。しかもさ、その部屋の中に、うん、なんかわかんないけど、プラスチックのなんかこう洋服ダンスみたいなさ、うん、なんかあんなのたくさん置いて、そこにいっぱい土とかなんか入れて、そこにクワガタの幼虫とかをバーっていっぱい飼ってて、でなんかこう越冬っていうか、その冬越させてみたいな、うん、もうだから飼育してるんだよね。うーん、別にだからそれで商売してるわけじゃないんだけど、それをずっとやってるという。それ帰っちゃったらどうするの、ちゃんと。だからクワガタに帰ったらそれを飼ってるみたいだよ、クワガタとして。マジか。うん、だからな、仕事は何なんだろうあいつはよくわかんない。あんだけあんなにいっぱいあの、いやいや笑ってっけど、いやいやいや、あんだけさ、そうだよね、あんだけたくさんクワガタのね、うん、なんかカブトムシとかのその世話をしなきゃいけないんだったら、うんうんうん、仕事できねえだろうと思うんだけどね、暇がなくて。できないよね。うん、あのメダカとかを増やして、うん、それをお仕事にしてる方とかはいらっしゃるじゃないですか。そうそう、だからそれはほら商売になるけど、ね、うん、なんかあのマッチョの場合はあれだもんね、クワガタ売ったとか買ったとか、うん、そういう話も聞いたことないし、ね、完璧趣味そうじゃないのかな。ちょっとだから一回あれだよね、やっぱ本当ゲストに来てもらって、いろいろちょっとなんかその辺のことも聞いてみないと。そうね、レースの速さもね。そうですそうですそうです、ぜひお答えしたいってあのおっしゃってたんで。そう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 、なんか訳があるみたいな、含みがあるみたいな。そうだよね、してたからね。これじゃなかったら本当殴るよね。そうなんだよ、だからぜひですね、ですね、近いうちにまた、来ていただきたいと思いますけど。そうですね、はい、はい。今日は3月14日ということで。そうだね、ホワイトデーだ。ホワイトデー、ホワイトデーのなんか思い出ある？ホワイトデーはね、うん、まあ、やっぱり申し訳ないけどまたお袋の話になっちゃったけどもうね、なんかこうバレンタインデーにね、うん、まあ本当はなんか5年ぐらい前かな、うん、4、5年ぐらい前までは、うん、まあ、としこちゃんがね、うん、そのとしこちゃんね、そうチョコレートもらえへんから、うん、って言って、うん、いつもなんかこう稲毛屋で買ってきたね、うん、なんかアーモンドチョコレートとかをいつもくれてたわけですよ、うん、いや優しい。そうするとまあ僕も一応お返しにね、うん、なんかこう買ってったりとかするわけじゃないですか、お母さんにね。そうそうそう、うんうん、で一回マシュマロを買ってったと、うん、でやっぱりマルちゃんが、そうそうそう、うん、お返しにね、うん、でマシュマロっていうのは、うん、あの昭和の割と一桁台っていうか、うん、割と80代の人は、うん、なんかあんまり食べた経験がないみたいで、うん、だからマシュマロがない時代に育ってんのかな。マシュマロ、マシュマロ、マシュマロっていうのマッシュでしょ。そうだね、なんなのマシュマロ、ま、かわいいけどね。マシュマロは、マシュマロ、うん、いつ生まれたんだろうか。いやわかんないけど、あの多分進駐軍が持ってきたことは間違いないよね。あのそうなの、海外から入ってきたものっぽいでしょ、なんか。まあね、そうでしょ、日本っぽくはないね。そうで、うん、初めて食べた時も、うん、こう口の中入れて、うん、これ何なのこれみたいな、なんかこのゴムみたいに何なのみたいななかなか噛むの大変だったみたいなさ感じがあのありましてですね確かにあのあんまりそのなんでしょうね、あの経験がないもの。なるほど、食感のね。そう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 、うん、だからホワイトデーって言うとやっぱりそのマシュマロを母親がちょっと拒否ったみたいな話がありました。
けれども、でも どうなんですかあのみゆき城なんかもやっぱりその男性にチョコレートをあげた、はい、そのお返しにその何かをいただいたなんてことはよくあったりするんですかね。そうですね、よくはないですけど、うん、チョコ返しをしてくれる人とかもいますね。うん、まあ、チョコレートもほら結局例えば一緒に仕事してればさ、うん、スタッフさんだったりとか共演者さんだったりとか、そうですね、その時関わってる人たちにこうなんか何気に配ってったりするじゃないか、うんうん、そうですね、うん、そうすると気の利いた人はさ、うん、やっぱりなんかちょっとこうちょっとしたお返しなんかを返してくるじゃない、うんうん、で俺昔なんかねどっかなんか自分となんか遊んでた女子が言ってたのかなんかどっかで小耳に挟んだのかはちょっと忘れちゃったんだけど、うん、なんか女子が喋ってるのを聞いた時に、うん、なんかいくらいくらのチョコレートをあげたから、うん、どれぐらいのやつが欲しいよねみたいなことを女子が喋ってたのよ、うん、あーなるほどね。だからその時に俺が聞いた話だと、例えばその買ったチョコレートが、まあ、1500円のゴディバとしましょうか、うんうんうん、でゴディバのチョコレートは高級だからさ、うん、1500円でも4つぐらいしか入ってないわけだね、うん、そうだね、うん、で俺らはそんなの分かんないからさ、うん、なんチョコレート4つだからまあちょっとじゃあ何クッキー3つぐらい返しておけばいいかなと思う、うん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 、思うじゃない。そうすると、うん、せっこってそうそう、うん、女子からはもう非難ごうごうで、そりゃそうですよ、どうなってんのみたいな、うん、だから3倍返せと3倍返しだと、うん、半沢直樹だよね、うんうんうん、そうだね、もうほんと3倍返しだっていう話だから、うんうん、なるほど。あとなんかうちのやっぱり奥の知り合いでね、またこれ面白い、ね、あの奥とずっともう50年60年ぐらい付き合ってる、うん、おばさんがいるんだけど、うん、そのおばさんのご主人っていうのが、うん、まあ、ずっと大手企業に何年も勤め上げて役員までされて、うん、でまあ、引退65ぐらいで退職されて、うん、まあ、うちで今、ご夫婦で悠々自適に暮らしてらっしゃるっていうお二人なんだけど、はい、そのご主人の役員の、ね、人が、うんうん、まあ、その秘書の方から、うん、あのこれみんなからですって言って、うんうんうん、チョコレートをこう4人ぐらいで買ってくるらしいのよ、うん、はい。そうすると大体4人だから、まあ、1人500円ぐらいで2000円ぐらいのチョコレートもらうわけだね、うんうん、はい。そうすると、うん、そのご主人は、うん、ホワイトデーのお返しとして、うん、その4人に、うん、フランス料理のフルコースをご馳走すると。すごいな、その返し方、うん、ちょっとカッコつけちゃったんだよ ね、うん、そうだね。要するにその秘書の前だからさ、うんうんうん、ちょっとじゃあ飯でも食いに行こうかな、頑張っちゃった、ね、ホワイトデーの、そうそう、うんうん、お返しになって、うん、そうするとそのうちの黒の友達の奥さんの方はもう非難ごうごうなわけよ、うん、そりゃそうだ、もうそんな2000円ぐらいのね、うん、チョコレートもらっといて、うん、フランス料理なんか一人だって1万3000円よみたいなそろばん弾いちゃっていやいや分かるよね、嫁の立場になったらさ、うん、だけどやっぱりさ、うん、嫁の立場、その家計簿預かってる嫁の立場からしてみたらさ、うん、そんなチョコレート買った方が安いじゃないみたいな、 そうね、そんな話になっちゃうわけ。そりゃそうだ、そう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 、だからそのホワイトデーとバレンタインデーのやり取りっていうのは、うん、男性と女性っていうのはもう明らかにもうなんか温度差があるよね、うん、そうだね、そんな気がするでしょ。昔あのチョコレートを何を選んでいいか分からなかった時に、うん、世の中の男性がほぼトランクスを履いていた時代あったじゃん、パンツのトランクス、お下着、はい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 、その時は、うん、何かな、例えばピカチュウだったりとか、うん、バカボンだったりとか、いろんなキャラクター、ピカチュウとバカボンねなんかもうちょっとないそ, 、うん、そういう感じなんだ、キャラ、うん、キャラの、分かる分かる、キャラパンね、そう、キャラパンを選んでプレゼントしてることもあった、うん、ああそうなんだ、うん、ただもう一時からブリーフ派、うん、トランクス派、うん、あとボクサーパンツ派とかっていろんなことになっちゃったから、細分化されてきたからね、そうそう、だから誰が何履いてんのか知らないから、うん、そうだね、やめたけど無駄になっちゃうからね、無駄になっちゃう。でパンツってさ、まあ、チョコはあんまり食べない男性もいるから、うん、パンツってもらっても困んないじゃん、履くからね、うん、だから結構パンツをあげてることもあげました、なんかでもどうですか、パンツもらうと、うん、男の人は、うん、あれじゃあなんかこれ見せなきゃダメかなみたいな、いやいらないよ感じにならないかな、例えばなんか昔プレゼントでよく言ったのは、ネクタイ、うん、ネクタイを差し上げるっていうのは、うん、
知ってる？どういう意味か知らない。要するにあなたに首丈なんですよっていうその何、うさー、いや本当本当、首にこうキュッて締めてるからあなたの首をこうキュッと捕まえてますよみたいな、うん、ね、なんかニュアンスが、それ昭和何年代の話よ。いや、うんと、まあ、古い話ではあるけど、うん、まあ、だから昔のハンフリー・ボガードの映画の時代でしょうね多分、カサブランカとかわかんないけど、まあ、1960年代ぐらいですかね、あ古い話ですけども、でも昔はさ、ごめんごめん、うん、あったじゃん、喫茶店でね、うん、じゃ例えば、うん、あのクリームソーダを頼みましたみたいな、うん、でクリームソーダ頼んで、うん、じゃあおいらとみゆき嬢が2人でデートした時にクリームソーダをみゆき嬢が頼んだとしましょう、うん、でさくらんぼを食べてしまうとするじゃないですか、うん、なるちゃんが、じゃあみゆき嬢はです、私が頼んでるのクリームソーダ頼んでるのみゆき嬢なんだ、うん、あそか、俺はみんなコーヒーだから、うんうんうん、そうなんだね、さくらんぼみゆき嬢が食べたら、うん、お、これはもう俺のさくらんぼもみたい なんで そういうなんかそういうね、なんで印だったって、昔はそういうサイン、うそー、そうですよ、そんなサイン聞いたことない。いや、さくらんぼ食べちゃうとダメですよ、僕のさくらんぼも、さくらんぼってそんな、まあ、そんな綺麗なもんじゃないけどもっと汚いけどね俺の、今自分で言ってて恥ずかしくなった。そうそう、すごい恥ずかしかった。そうだよね、うん、でもなんかそのクリームソーダのさくらんぼを食べるっていうのは、うん、そういう意味が含まれてたことは確かですよ。へえ、間違いないですね。ああ、もうディレクターさんもそう言ってます。誰が作ったか知らないけど、そういうことってなんかいろいろあるんですね。そうなんですよ、だからやっぱり男はね勘違いしちゃうんですよ。あ、勘違いする、勘違いするぞ男っていうのは。厄介な生き物だな。そうなの、だから前回もね、いろいろほら、うん、YouTube の例えばその楽屋トークとかでさ、うんうん、いろいろみゆき嬢の家でお風呂借りたとかさ、うんうん、間抜けなこと言ってるけじゃない、うん、俺なんか、うん、やっぱね、あれいろいろね、意見もらったもんね、友人から。なんて、そんなみゆき嬢の家でね、うん、お風呂を借りて、うん、手ぶらで帰ってくるって、お前それゲイかインポかどっちかだぞってお前どうかしてんのっていうことをやっぱり言ってくる人は結構いましたよ。いや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 、だって単純にお家帰ったらお風呂入れないから、そう、そうなんだよね、っていうことだったから、あの時はだから正当にやっぱりそういうね、うん、気持ちで、うん、まあ、お風呂を借りたんだと思いますよ。僕も遠い記憶ですから。そうだよね、なんですけど詳細覚えてないですけど、そうそうそう、でもね、うん、正直に言うと、うん、まあ、お風呂は借りたけど、うん、いや、もしかしたらみゆきがこうバスタオルここに巻いて、絶対嘘だよねえ、それ絶対後付けだよ。いやいやいや、そんなこと考える人じゃないもん。そういうこともあっても、うん、やぶさかじゃないなみたいな、うん、気持ちはあったんじゃないかなと思いますよ、きっと。それ妄想族だよ。そういうことです。うん、湘南妄想族、湘南妄想、じゃあ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 、そうじゃない、そう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 、いや、あの時そんなじゃなかったと思うよ。まあ、確かに僕らのね、うん、関係っていうのはそういうのじゃなかったですよ、うん、あの時はね。そうです、そうです、はい、なんかそう力強く言われちゃうと、なんか俺もあの男としてどうなんだっていう、なんか自信がなくしたいな、ね、いや大好きですよ。ありがとうございます。大好きですけど、そういうんじゃないから今があるんだと思うんですよ。そういうんじゃないんだよね。付き合ったら別れは基本ありますからね。やっぱりそういうもんなんだよねと私は思う。で、まあ、結婚したらちょっと紙切れが入るので、うん、そこに、情報が入ってきたりとか、もちろん付き合ってても情報とかっていうのは湧きますけど、うん、ちょっとその辺難しいところですよね。そうなんだよね、うん、だからほら結婚するとなんかその2人には歴史が生まれて、例えばその恋愛関係みたいなものを超越したところで、うん、なんかこうリスペクトみたいなのが生まれて、うんうんうん、そうするとよく聞くのは、日本人によくありがちなんだけど、うん、じゃあ例えば仕事とそのセックスは家庭に持ち込まないでくださいみたいな、うんうんうん、例えばそうするとなんかこう家族の一員になってしまって、うん、そういう関係が夫婦にはなくなってしまって、うんうんうん、そうするとじゃあその夫婦はじゃあどうするかっていうと、外にそういう関係を求めちゃって、うん、そうそうそう、そうするともうあの金曜日の妻たちですよね。もしも願いが懐かしい、うならですよ、うんうん、はい、なんか近所に昔の恋愛した人が引っ越してきたりなんかしてね、うんうんうん、そう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 、ドキドキしちゃうけど。そうね、でも面白いドラマだったよね、うん、面白いドラマだった。あの昼ドラとかもさ、うん、結構そういう系統のちょっとドロドロ系のさ、ドロドロしてんのあるよね。ね、あるじゃん、うん、だからなんかそういうのってでも見てる分には面白いですけど、そうなんだね、渦中になったら最悪だよね、うん、大変だと思うよ、うん、厄介だと思う。もうこの年になるとなんかそういうことがもうね、面倒くさくってさ、うん、そうね、平和が一番よ。そう、いろんなことになんかこう巻き込まれるのが、うん、そうそう、面倒くさくなってくるからね。怒るのも怒られるのもね、そう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 、注意とか話し合いはいいが、うん、
大声でこう喧嘩するとかないでしょ。だってないないよね。ない。そうだからね、あのね、車乗っちゃうとね、うん、俺らねちょっとやっぱ性格が変わっちゃうみたいで、車乗っちゃうと割とね、なんかこう大声で怒鳴っちゃったりする瞬間とかが意外となんかあるみたいで、それは気をつけるようにしてるんだよね、うん、だから最近なんかその車に乗った時に、うん、あの怒って例えば前に割り込んできたりとかね、うん、危ない運転した、うん、で若い頃はほら例えばバカ野郎とかって言ってたのを、うん、なるべく怒らないように、うん、こう口調はバカ野郎って言ってんだけど、うん、顔は笑ってバカ野郎おバカ野郎って言うようにしてるみたいなあの風に心がけてます。そうですね。そうすると、ね、顔が笑ってると意外と口調が厳しくなっても、うん、こうなんていうの、あのこう心はちゃんと笑っていけるみたいな、あのこれ聞いてる人も今笑ってんなみたいな感じが、ね、聞いていただけると思います。あの運転席同士で分かりますからね、バーカとか言ってると。そう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 なんだよね、うん、感じ悪いじゃん言われた方も、うん、そりゃそうだ ね。だからもうなんかこう、うん、笑顔でお前何割り込んでないよお前おなろうって言うとそんなに腹も立たないというね、はい、ことでございます。でも一応言わないと気が済まないってことですね。なんかね、ちょっとお腹の中溜めてるとか、また母親に当たっちゃうから俺。ああね。そうそうそう。マザコンだから。いいお母さんですからね。そう、はい、すいません。優しくどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、村沢も見た。なんじゃその音ということで、いやいや、杉浦は見たのね、はい、非常にこう好評で、うん、なんかこう話聞いてた、なんかこういいなということで、はい、うん、いや杉浦だけじゃなくて村さんも見てますよと。そうだね、意外と、うんうんうん、それをちょっとこう押し出していきたくて、いいですね、コーナーちょっとご用意させていただきました、はい、村さん見たでございますけども、うん、はい、何を見たかと言いますとですね、うん、これ今、収録しているのが三軒茶屋のスタジオなんですけども、はい、三軒茶屋のスタジオに前初めて来た時に、うん、まあ、お腹が空いててちょっと昼の時間だったもんですから、うん、ラーメンでも食べようと思って、はい、ちょっとなんか美味しいとこないかなってうろちょろ探したら、うん、新しくできたっぽい感じのお店で外のポスター見てたら、うん、ちょっと塩ラーメンかなんかが、うん、こうスープが透き通ってて非常に美味しそうだなと、うん、でお店の感じも小綺麗だし、うん、お客さんも昼ちょっと過ぎてるのにすごいいっぱい入ってて、うん、あ、これは間違いなく美味しいお店なんだろうと思って、うん、中に入ったわけですよ、うん、そして、まあ、カウンターの奥から、うん、あ、お客さんすいません食券最初にお願いしますと、うん、あ、もちろん食券買いますよと、うん、で食券 の、 あの販売機の前に行ったら、うん、お金を入れるとこがないわけです。なんで？で、うん、あのすいませんこれお金入れるとこないんですけどこれどうなってんすかって聞いたら、うん、すいません電子マネーかクレジットカードかスマホ決済だけになっちゃうんですと、うん、いや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 、電子マネーかスマホ決済か、うん、クレジットカードだけってことは、うん、お金は使えないってことですかって聞いたら、うん、すいません現金は取り扱ってないんですって言うから、うん、もう何を言ってもダメだろうなと思ったけど、うん、ちょっと腹の虫が収まらなかったから、うん、じゃああれですか、現金しか持ってない僕はここでラーメンは食べられないんですね、うふって言って帰ってきたの、うん、あ、帰ってきたの。そうで、あ、申し訳ございませんって言って最後までその現金は受け付けてもらえなかったわけね。ありゃで、うん、そんな話をたまたまその、友人に何人かにしてたら、うん、今割とそういう店ありますよと、例えばちょっとしたコーヒーのスタンドショップであったりだとか、うんうん、ファストフードみたいなとこでも、うん、あ、すいませんうちはペイペイとなんとかだけですって言って現金は使えませんって言って、特に今ほらコロナの状況になってたりとかするから、まあお金のやり取りはね、そうだからその、まあ、そういうことで現金を扱わないとこがだんだん増えてきてるみたいなことを言われたんだけど、うん、なんかちょっとややこしい時代になってきたなって思いながら、うんうんうん、ちょっと釈然としなかったわけ、うん、で、うん、そんなタイミングでたまたま2月にうちの親父が、23回忌、亡くなっても23年目になるんで、はい、23回忌の法事にお寺に行きました、はい、うちの親父の墓が入ってるお寺に行ったら、うんうん、でそこでお経を聞いた後にちょっとなんかその坊さんが説教と、うん、あとなんかその、まあ、ちょっとした世間話みたいなお茶飲みながらしてる時に、うん、
実は うち浄土真宗なんで、で、はい、浄土真宗のその京都の、本願寺の方にそのお坊さんが行った時に、賽銭箱の横に、今 QR コードがついてますっていうのは、なるほど。で QR コードに、要はそのスマホをかざして、お賽銭をスマホで決済すると金額入れてねいう時代がそうそう来てるらしいんだわ。で、まあ、そんな話からこうパッてその、お寺で説教を聞いてる本堂の方の天井を見たら、カメラが一台ついてて、でこれ何ですかって聞いたら、いや実は法事とかね、今そういうものもこのカメラでリモートでやるんですと。あーなるほどね。要は坊さんがそうやってお経をあげてるのを、要はそのパソコン画面とか、なんか部屋の中でいろんなところで、まあ法事が同時にできるようになると、行かなくてもいいってことですね。そういうこと。遠いかったりしたらね。で、まあ、そのお坊さん曰く、要はその、お経をね目の前でやらないで、そのリモートなんていうのは、要は、スイッチ切っちゃったら、それでまあお経も何も切れちゃうわけだから、これでいいのかなって悩んだ時もあったんですけれども、あるその法事の団体をお受けした時に、娘さんがドイツに、留学だか嫁入りされてて、でドイツから要するにそこの、お寺とつないで、身内みんなでこうなんか一つの画面の中で法事ができたと、非常にそのドイツに住んでる方が喜んでいたということで、なんか、あ、じゃあこれをやる意味はあるんだなっていうふうに思いましたみたいな話を聞いて、なんかその辺の一連の話を全てなんか聞いてってね、思ったのが、要するにそのもう世の中だんだんもうなんかちょっと自分にはこうなんか頑張らないと追いつかない時代になってきてるなっていうのを痛く感じて、まあ例えばその現金決済ができないお店が堂々と何の悪びれもなく、いやうちは現金は使えませんっていうことを言ってるわけですよ。でもさ、いまだにさ、そういうのを使ってない人もいっぱいいるじゃないですか。いるさ、ね、ここにいるじゃないか大体そう言いたかったもん。まるちゃん、な本当に何も使ってないの？俺はね、スイカは持ってるよ、スイカは持ってるけど、そこで例えばさ、あんまりスイカもいっぱい入れないようにしてんのさ。何笑ってんだよ前にですね、一緒に電車に乗ったんだよね。乗った時に、どうした？こう、まるちゃんが先に通ったわけですよ、改札を、私後から通ったら、何円しか入ってなかったんだよね。6円とかねそうそうピンポンピンポンみたいなそうそう、それはどうしたら6円になるまで置いちゃったんだっていう話なんだけど、よくよく聞いたらね、そういうことなんだよね。そう、交通系電子マネーもね、結局落としたりとかすると頭にくるじゃない。だってそれは間違いね、中に8000円とか1万円とか入ってたら、現金お金捨てちゃったようなもんだからね。それともう一つ思ったのは、例えばその何細かい話だけど、この電子交通系電子マネーに1万円を入れとくってことは、JR に対して1万円を前払いしてることになるわけよ。言ってること分かる？あ、分かるよ、分かる分かる分かる。そうだから要するに商品券を買ってるみたいなイメージなの。だから無駄だなと思って、あんまりたくさん買うのはっていうなんかせこい考えがあるから、そのだから例えばラーメン屋さん食べに行った時も、交通系電子マネーだったら使えますって言われたわけね、でラーメンが多分一杯800円ぐらいのお店ですよ、でじゃあ分かりましたよ、じゃあスイカでってピッてやって700円ぐらいしか入ってないから恥ずかしいじゃん、そのなんていうの、補充できないからさ、そのそうお店では。だからそう、だから今日でもあれだもんね、さっきセブンイレブンでみゆき女と一緒になった時にね、コーヒーごちそうしてもらったけど、その時もさ、ちゃんとなんだっけ、ペイペイ、そうです、セブンのアプリからペイペイ使ってんじゃん、ペイペイ連携させて、そうするとポイントも貯まるし、便利なんですよ。すげえ便利なんだね、セブンとペイペイは。これ私の個人的な感想ですけど、私もいろんなものは使ってないんですけど、ナナコとペイペイだけは使ってるんですよ。ああそうなの。あと T ポイントカードは、スマホの中に入っていて、でそうするとなんで入ってるかっていうと、お店によって、例えば T ポイントカード単体を表示してポイントを貯めるのと、アプリで入ってるのだと、アプリだと2倍だったりするんですよ、つくポイントが。私ポイントババアなので大好きなの、ポイントが。ポイント好き、女の人はポイントが本当
当に好きだよね。大きいですよ。だってティーポイントだって、例えばちょこ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 、うちのものももちろん洗剤とかなんとかもみんなそうだし、実家のもなんか買ってたりするじゃない。そしたらなかなか、例えばさ、クレジットカードのポイントって、なかなかたまんないじゃん。たまんないさ。ね、何千円いくのになかなか使うじゃん。うん、使う。だけど、そのポイント倍の時とかに買ったりとか、薬局とかそういうホームセンターとかで買うと、やってたら、私去年1年間で2万いくら貯まったよ、 T ポイントだけで。すごいね。うん、それでかいね。でかい。だからそんないっぱい買ってないんだよ。だからそのポイントが倍の日に心がけるぐらいなことしかやってないんだけど、あとは普段の生活通り、ただ買い物をそのポイントにしてるだけの話ね。そう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 、それで2万ポイントも貯まっちゃうんだ。貯まっちゃう。でペイペイも還元 20% 還元とかやってる時に、例えば今時、病院行ったりするじゃん。おうおうおう。そう、処方箋出してもらって、例えば花粉症の薬出してもらいます。薬局行ってそれ受け取ります。その時ペイペイ決済とかやると 20% とか返ってくるから、へ、現金で払うよりも得な場合がそうやってあったりするんですよ。そっか、今だから世の中そういう風になってんだな。ただ現金が使えないっていうのはやっぱ不自由だよね。全然そうですよ。だって現金、俺なんかやっぱりほら、あの昔からの人間だから、現金を財布に入れとくのがなんかかっちょいいと思ってるからね。現金をもう100万円ぐらい持って歩きたい、なんなら持って歩きたいみたいな。いや持ってないですよ、持ってないですけど、持って歩きたいみたいな。そうそうそう、現金で全部払いたいみたいな。わかる。なんかあるとこう、例えば若いやつに現金渡して、じゃあこれでなんか食ってきなみたいなのに憧れてるじゃない、昔のあのね、ヤクザ映画なんか見てると松方さんなんかさ、そうだ、ね、やったら財布ごと置いてくるからね、まあ、これでみたいな。店ぶっ壊しても財布置いてくるし、若いやつの飲み会でも財布置いてくるし、なんか賭博場でも財布置いてきちゃうしみたいな。忘れてんじゃないよ、ちゃんと置いてくんだから、これでみたいな。そ う, うね、そういうのになんかちょっと憧れちゃってるから、やっぱ現金で行きたい感じなんだけど、今そういう世の中になってきたからさ。そうなんだね。で、みゆき所もそうやっていろんなポイントとかね。そう、また母親の話になるけど、うちの母親もねすごいんですよ。杉薬局とか行くと、今日はね、とし子ちゃんポイントはね今日は10倍なの、10倍って言うと、なんだかわけわかんない、洗剤とか山ほど買ってきたんだよ、トイレットペーパーとか。そうなんだね。お母さん多めに買っちゃう傾向あるからね。多めに買っちゃって、ポイントがついてるとすげえ買っちゃうね、うん、なんか1年分あんじゃねえかっていうぐらいバスマジックリンとかなんかダースで買ってくるからね、大変なことになってる。マジか。そうそうそう、だポイントっていうのはね、結構あれみたいな、病みつきになるみたいな。ええ、病みつきだし、お得ですよ、同じ買うんなら。だから結局そうやって得をした人は気がつくんだけど、俺なんかはその使ってないからまだピンときてないんだよね。お得な感じがまだ分かってないから。で、男性の方があんまりポイントポイント言わないからね。そうだよね、だからそういう意味では女性の方がそういうことをちょっと、だって同じもん買うのに月曜日ポイントが高いんだったら、2倍なんだったら、日曜日に買わなくてもいいわけじゃん。そうだね。月曜日で買ってっとけば、なんかあるよあるよっていうまでに、そう、あら、こんなにいっぱいみたいな。必要なもんは必要だからね。そうそうそう、で、腐らないものはそういうもん、費用活用してそうだ、ね、ポイントを貯めるっていうのはね。わかりました。じゃあ徐々にですね、みゆき所にちょっとそれをご教授いただきながら、はい、俺もポイントの方貯めていきたいと思っております。はい、以上、村沢も見たでした。さあ、本日もお届けしてまいりました。月曜から乾杯でございますけど、エンディングの時間でございます、やっぱり毎度言ってますけど、あっという間に30分は経っちゃってですね。なんか気がついたらもう終わってるみたいな感じですね。だからもういつかあれですね、本当にもう特番組んで、ちょっと生放送で4時間でしょ。4時間、なんならもう12時間とかもうぶっちぎり放送的なね、なんかやってみたいですよ。そうですね、はい、どこまでいけるかね。そうですよね、はい、まあ、あのレディクルの方でね、あの、メールなんかも、募集しておりますので、ぜひですね、あの皆さんの方からもメールの方をどしどし入れていただいてですね、そうですね、はい、番組ステッカーもできましたので、はい、こちらの方もバンバンプレゼントしていきたいと思っておりますので、はい、お楽しみになってください。そうですね、はい、まあ、そんなわけで今日もお送りしてまいりました、月曜から乾杯、村沢と杉浦美幸でした。それじゃあ、今夜もお疲れ様。違うね、それでは今日もだね。それでは今日もお疲れちゃん、ごめんね。